おお。はい、バトンを受け取りました生田浩一のインザバックです。まずはパッティングパターから紹介します。ディスクマニアの XO ハードリンク、今年からこれを投げています。特徴なのはフラットトップでビード付きですね。で、何よりすごくグリップがいいです。もう投げた感じイメージ通りの、ところに投げ出すので、これに今年から変えました。次はスローイングパターです。スローイング系は、まあ、ミッドレンジドライバーもそうなんですけど、まずは基準のディスクを決めて、そこから、それよりも右に曲げたいか左に曲げたいかということで選んでます。まず、スローイングパター基準のディスク、グロー DX エビアパター、こちらを、まあ、ストレートもそうですし、ハイザーアンハイザーでどんな時でも使います。使うとしたら、まあ、50メートルぐらいまでのアプローチに使用します。で、これよりもバックハンドで右に曲げたい場合は、少しアンダーですね。これ使い込んでます。 DX エビアパターを使用しています。はい。で、風が強い時もしくは、それよりもハイザーラインで投げたい時などは、XO ソフトリンクを使ってます。さっきのハードよりも、柔らかくて、少し、まあ、プラスチックの性質か薄いんですね。なのでミッドレンジを投げる感覚で投げれるのがいいですね。以上が、パット&アプローチディスクです。続いてミッドレンジいきます。ミッドレンジ、基準のディスクになるのは、もうこれ廃盤になってるのかな、Mac Pro、ロック3ですね。こちらグローになってます。なので通常の、ロック3よりもグリップがすごくいいです。まあ、手放せないディスクですね。あと、もう一つストレートなラインで登場するのが、こちら、S ライン MD3 ディスクマニアのディスクですね。自分がどう投げてもこちらのディスクが補正してくれるのかのようにストレートに飛びます。本当におすすめのディスクです。はい。この2枚よりも少しオーバーステーブルですね、左に曲げたい場合は出てくるのが、こちらスターライオンですね。ちょっと個体差ですかね、これ僕が投げた感じ、僕ではオーバーに感じたのでこれを使用しています。少し右に、流したいとかターンオーバーの、として使っているのが、最近使い始めたディスクマニアのエボリューション、ネオオリジンですね。こちら紹介したい点は、例えばロックと比べて径が少し小さいんですね。なので、パター感覚で投げて飛ぶっていうのがいいですね。これ僕の最近のお気に入りです。そしてめっちゃ風が強い時、そしてもしくは絶対に、バックハンドだと左ですね、サイドだと右に曲げたい時に出てくるのが、カラーグローチャンピオンゲーター。もうどんなディスクよりもオーバーです。試合の中で一投投げるかどうか出てくるかなんですけど、まあ、ワンポイント登板で絶対に必要なディスクです。はい。以上がミッドレンジです。続いてフェアウェイドライバーでいきます。フェアウェイドライバーですね、もう自分の中で、まあ、ドライバーの王様みたいなんですね。もう絶対的な基準の、カラーグローチャンピオン T バードですね。これジェニファー・アレン選手のシグネチャーモデルになります。カラーグローチャンピオン僕結構多く使ってるんですけど、何よりもグリップがいいです。雨の日もやっぱり他のチャンピオン素材とかスター素材も滑りにくいんですね。なのでやっぱり安心、グリップが安心だと当然精度も違ってきますので、好んで使ってる素材です。そして T バードも自分の、ドライバーの全ての物差しになりますね。まず、分からないホールとかはこれを投げて、まあ、距離を測ってこれよりも曲げたいのか遠くに飛ばしたいのかで他のディスクを選んでるという形です。はい、T バード絶対の王様です。オーバーステーブルの代表格ですね。これもカラーグローチャンピオンです。ファイヤーバード、はい、もう絶対にピンポイントで止めたい時に、出てきます。これも、グリップがいいので雨の日のサイドとかにもすごく重宝しています。これも、まあ、T バードと一緒でずっと使い続けて、
もう2年ぐらい使ってますかね。ボロボロですけど愛用します。バックハンドル少しターンオーバーさせたりとか、右に流したい時は、チャンピオンレパード3、あと輪郭の中ですね、軽く投げてまっすぐ伸ばす、トンネルショットの時にも使用しています。まあ、これもすごい出てくるディスクではないんですけど、こういう職人のディスクがやっぱり勝負どころで本領発揮します。はい、絶対外せないディスクです。僕のフェアウェイドライバーで最もオーバーステーブルなディスクになってきます。グレッグ・バズビーのシグネチャーモデルの、スウォールド・スター・イーグルです。先ほどのドライバーは約80から90を、狙って、まあ、投げるものですけど、これ思いっきり投げても70ぐらいしか飛ばないです。それぐらいオーバーステーブルです。なので、そういう、まあ、S 字ラインとか、まあそうですね、サイドでもグッと曲がってくれたり、あと短い距離のスパイクハイザーですね、まあ、1枚持ってると万能なディスクとして使っています。ハイブリッドドライバーですね。距離としては100メートル前後をコントロールしたいときに出すディスクです。基準になるディスクは PD です。先ほどの T バードよりも少し距離を伸ばしてまっすぐなラインに投げたいときに、使用します。これ PD、 G ラインですね。イノーバでいうと G スターに当たります。なので、まあ、少し、柔らかくてグリッピーな感じです。通常の PD かなりオーバーなんですけど、 G ラインになるとかなりストレート性能が高いので、これは僕のおすすめのディスクです。こちらは S ライン PD ですね。超オーバーです。先ほどのファイヤーバードと同じようなラインでもう少し距離を伸ばしたい時に出してきます。はい、超オーバーなので S 字でもかなり距離を稼ぎながら S を変えて飛んできますので、まあファイヤーバードじゃ距離足らなかった時にはこれがよく出てきます。はい、そしてアメリカで出会った最高の友達ですね、スターロードランナー。もうこれは、まあ、100メートル近いトンネルショットも、こいつだったら抜けるんじゃねえかって思わせてくれるディスクです。ローラー向きのディスクなんで、確かにちょっと間違えるとターンオーバーしやすいんですけど、まあ、うまく投げるとしっかりストレートに伸ばしていったり、最後 S を書いてくれたり、もしくは、まあ、ビッグアンハイでもぐんぐん伸びていってくれるので、自分はローラーというよりも普通にストレートなライン、もしくは少し右に流したいような100m 超えるようなホールで使用しています。はい、そしていよいよディスタンスドライバーですね。 120m 近く投げたい時に、出てきます。でまず基準となるのはスターデストロイヤーですね。これデストロイヤーオーバーなイメージなんですけど、これ買った時から少し起きるというかターンオーバーしやすいディスクになってたので、まあ、基本、まあ、個体差だと思いますけどストレートで出せるディスタンスドライバーとして使用しています。距離を伸ばしながらも絶対に、左に落としたい時に出てくるのがクラウドブレーカーですね。イーグル・マクメーンのスウォーリー S ライン DD3 です。はい、これ、2も出たけど買えませんでした。なので、まだこのクラウドブレーカーを愛用しています。これスウォーリーS ラインの特徴は通常の S ラインよりもグリップがすごく良くて、これもやっぱり天候が悪い時でもしっかり握れるのですごく重宝しています。そして少しアンダーステーブルなディスタンスドライバーとしてエコ S ライン DD3、 こちらを使っています。通常の S ラインよりも、まあ、柔らかくてこうぐんぐん右に流れていくので、そういうラインで使用しています。以上が、自分のインザバックです。はい、皆さん気になるディスクはありましたでしょうか。次の人、次は誰だ。それじゃあね、またね。